ートランドのワシントンスクエアショッピングセンターに、今日は来て、まあ、メイシーズとね、ショッピングモール、それとシアーズ、それからノードストロームを見てきました。メイシーズなんかね、ちょっとスーツケースが、壊れちゃったんで、まあ、買い替えようかなと思って値段をチェックしたんですけど、50パーフとか60パーフ、ね、サムソナイトの、スーツケースなんかが、半額以下となってました、まあ、ところがそう書いてあってもね、アマゾンの方が安かったです。だから必需品系はね、やっぱり今アマゾンが相当安いなと。でそれとネットで買うのがやっぱりリアル店舗よりも全然安いんで、まあ、インターネットで買って、まあ、インターネットで売るとね、eBay のが安いのかアマゾンのが安いのかというようなね、商品を選んで転売するというのがアメリカに住んだ場合の転売だろうなというのを思ってます。まあ、これからねアウトレット、それとガレージセール、それからフリーマーケットも行きますけど、おそらく逆に、いつやってんだか分かんないガレージセールをねチェックしたりするよりも、まあ、ネットで差額を見つけるというのがね、主な転売方法になるんじゃないかななんていうのをね、ここ数日間見て思いました。まだね、ホリデーシーズンのセールが始まってないんで、まあ、セールが始まってどれぐらい安くなるかによりますけど、まあ、今のところはリアル店舗で買う商品はネットよりも高いというようなね、結論です。